はい、詐欺好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。ですね、前回、なんだっけ、柴田の酒の陣、ね、行ってきた動画を、編集してあげたんですが、まあ、いかがだったでしょうか。はい。まあ、俺自身、ちょっとだいぶ飲みまくってですね、もう2時間ぐらいでね、11時に行ったんですけど、朝のね、昼のか。11時に行ってもね、1時半くらいにもう、ベロベロに酔って、もう帰りましたけどね。まあ、ね、そんな感じだったと、いう感じなんですが。よいしょ。今日はですね、よっこいしょ。まあ、その記念というか、にですね、この藤の井。ここにね、藤の井って書いてあるんです。この藤カップ。藤の井の藤カップというのをね、いただきたいと思います。はい。こちらがですね、超ね、俺の、まあ、超地元なんですけど、うん。藤の井酒造株式会社。ね、これ確か値段が200円でしたね。180ml のやつで、アルコール度数が15度以上の16度未満。原材料名が米、過去国産。米麹過去国産米。醸造アルコールと。いうことになってるんですけど。これがね、このカップなんですけど、これ俺子供の時からね、こういうの、いわゆる、これがね、いわゆるなんか、ジュースとかを飲む時にこう、飲む、この、コップだったんですよね。はい。ね、今思うと、あ、これすげえ懐かしいと思って、昔から何にも変わってない、この、富士山の、ね、絵柄がね、何にも変わってない。うわぁ、すげえなぁと思って。道理で、ああ、これ、すごい身近にあったわけだわ。だっても超身近な、ね、場所にこの藤の井の、ね、酒造もあったという事実ですからね。まあ、いいわ。とりあえず飲んでいきたいと思います。今日買ったんで、これは。よっ、硬い。ね、こちら飲んでいきたいと思います。乾杯。これですよ。この味。懐かしの。ね。この懐かしいこの。ね、藤の井。この特有の、なのか知らないけど、なんか懐かしいよね。うん。味わいが。いや、懐かしいって言っても、俺子供の時にこれ酒飲んでないですけど。いや、一応飲んでたは飲んで、いたのか。うん。まあ、なぜ飲んでたかっていうと、まあ基本的にほら、おみきとかってほら飲むでしょ。あれですね。いわゆる、正月とかだっけ。おみきとか飲むでしょ。わかんないけど。あれちっちゃい頃でも飲んでましたかね。まあ、うちの人にはまあ、おみきは飲んでいいんだよっていうふうに、ね、言われて飲んでましたけど。で、こちら、おちょこですね。城下町柴田酒の陣。大門。これは市島酒造。だっけ。で、藤の井、菊水、兼ねますと。なってますね。うん。この4つの、超地元のね、このよくあるこの、
二重丸のね、おチョコ。これで、飲んでたんですけど。この富士カップ。懐かしいね、味が。非常に飲みやすい。なんつうか、変な意味で言うけど、米っぽくない。なんか日本酒の、米っていう日本酒じゃなくて、その米の味があんまりしない。それは日本酒としてどうなんだっていう話なんですけど、そんな知ったこっちゃないのでね。非常に子供でも飲みやすい。おみきとしては非常に優秀じゃないかな。で、これをまあ、ちょっと厚缶で飲みたいなっていう話なんで、ちょっと厚缶でいただきたい。ということで、このティファールちゃん、用意したわけなんですが、熱い。ティファール熱い。ティファール、あっち。はい、富士の井なんですけど、まあ、これの有名なところというかね、まあ非常に、この富士の井のね、まあ、紹介に移りますが、こちらですね。なんといっても、ラムちゃんとかの前言ったかな?ちょっとわかんないけどね。ラムちゃんの絵が、まあいわゆる高橋留美子先生っていう、その人の、まあ、地元ではないんですけど、あ、これ言ったな。まあ、ラムちゃんが書かれてたり、なんだっけ、メゾン一国か。とか、ランマですね。こちらの、ね、作者の人の協力で、なってるっていうのが、その、富士の井の特徴ですね。まあ、なってない、こういうのもあるんですけど、普通にね。どうやらこの富士カップはやっぱり、辛口らしいですね。飲み飽きしないお酒ですと。書いてあります。コクと旨味の辛口清酒。まあ、確かに。飲み飽きしないですね。まあ、俺が大人になったから、ちょっとね、日本酒も、ね、だんだん、慣れてきたのか知らないですけど。まあ、少なくとも、コクはない。あるとすれば、辛口、淡麗というだけでしょうかね。割と水みたいな感じで飲めちゃう。感じかな。まあいいや。ということですね。熱かんでいただきたいんだが。あちちちちちち。ちちちちちちち。あそこった。熱かんで。ね。それでは、熱燗なのか、燗かな、これ。いただきます。これだよ。辛口ですね。そこまでやっぱり、米の香りとかはあんまりしないですね。そうだね。あんまりしない感じなのかな。こういうのが辛口だ、なんだなというね、感じもしますけど。
富士の井、日本酒度でググっちゃいましょうか。ああ、日本酒度どんぐらいだ。ああ、やっぱ、あ、つかんじつつ甘くてうまいね。ああ、甘くて。やっぱり。いやあ。あ、そっか、昔はね、どうでもいいんですけど、このね、カップ。これなんか、白かったんだよね。昔はね、この青いやつが白かったんですよ。懐かしい。うん。ね、そうそう。はい、こちらが、マスですね。お酒のね、飲んだりするやつ。このマスがですね、多分、ちっちゃいんですよ。半分か三分の一ぐらいの小ささの。二分の一かな?そのぐらいのマスなんですけど。うん。まあ、こちらも一応、じゃんけんでね。誰だっけ?菊水の、船口くんだっけ?一番絞りのね。菊水船口一番絞りの。ね、あれでもらっ、じゃんけんで勝ってもらったやつですね。うん。で、富士カップ。日本酒度が、プラス5。ああ。結構辛口に、なのか。ちょっとわかんないけど。プラス5か。うん。まあでもみんなこんな感じなんですかね。ああ、でも。ああ。あ、でもやっぱり、うん。この、あ、違う。富士の井のこれ、本醸造じゃないんだ、これ。これが普通酒ですね。で、白いやつが、この柄が白いやつが、本醸造のやつ。ちょっと高いんだ、そっちの方が。ああ。そういうことなのか。値段が違ったのか。なるほどね。で、このマスなんですけど、もらったはいいんだけど、これね、この中に入れるとね、ものすごくヒノキの香りがね、ブワーンとしてね、もはやね、悪いけど、もう日本酒の香りなんての一切なくなるんで、本当に、ヒノキの香りしかしなくなるんで、あんまり、使いたくないですね。うん。おお、超甘い。砂糖みたいに甘いな。うん。富士の井の、ランマ二分の一の、なんか、パンダが書かれてるやつもありますね。なるほど。ランマ二分の一カップ。実際二分の一じゃないんですけどね。で、富士の井と非常に名前が似たやつがあって、君の井という。君の井酒造というのがあるんですけど、これは上越地区ですね。
上越地区といっても多分何言ってるかわかんないと思いますけど、まあ、いわゆる新潟県でいう下の方ですね。上越、中越、下越って、まあ、新潟長いんで、三つに大体分かれてるんですけど、上中下越。上越が上って書くんですけど、下なんですよね。で、中越が真ん中。下越が上の方。まあ、下越っていうのは、まあ、ちなみに新潟市内の、新潟市がある方ですね。だからまあ、うん。まあ、人口密度的に言うと、やっぱり、下越が一番、密度が高いと。まあ、俺が住んでるのも下越です。ですから、上越まで行くのは非常にね、めんどくさい。うん。だから、縦に広いですからね、新潟県はね。だから、中越でも正直めんどくさいです。結構かかります。どんぐらいかかるかな？中越から、だいたい俺上越、ね、俺下越の、そもそも結構上の方にいるんで、中越行くのも結構容易でないんですよね。うん。うん、ああ、すごいな。熱感にすると化けるな、これな。さっきはめっちゃ辛口だったんだけどな。ストレートで飲んだ時はめっちゃ辛口だったんだけど。全然あれやわ。ものすごいわ。ものすごい甘くなりましたよ。まあ、新潟のね、酒の陣って言いますけど、まあ、あれは下越の方の新潟市内の方でやる、ね、酒の陣なんですけど、まあ、今、今回、やったのは柴田地区ですね。まあ、だから、ほとんどやっぱり上越と中越はあんまり全く試しがない。ちなみに、新潟の酒の陣。は、参加費が2500円とか、そんぐらいとか言ってたけどな。高い。行かない。普通に行かない。これ、柴田の酒の陣は500円だったですからね。たったの。500円だったら行くよ。まあ、新潟の酒の陣はちょっと遠いから。遠いからちょっとそこあれだけど。なんだかんだで飯とかいろいろ今回食ったから、まあ、1000円は使ったかな。1000円は使ったの。1500円ぐらい使ったか。うん。まあ、ね、大吟醸とか飲み放題でしたけどね。大吟醸この、これで、何杯ももらい。いや、ほとんど味わかんなかったんですけどね。正直、大吟醸とか、純米大吟醸とか、ほら、あったでしょ、ね。あったんですけどね。もう正直全くわかんないですね。うん。もう何もわからない。あ、純米なんですか？はぁ。あ、純米大吟醸ですか？まあ確かにちょっと、香りが違った気もするんだけどな。うん。まあ、これと比べれば絶対全然わかるんですけど、それはそもそも、ほら、純米酒とさ、ただの、ね、あれじゃ全然違うでしょ。だから、ね、純米酒っていうと結局、ね、結構甘めのやつですからね。まあ、そうですね。大吟醸。大吟醸やっぱ若干、ね、まあ飲み比べましたけども、まあやっぱり香りの広がりがちょっと違ったかなっていう感じですけどね。うん。ちょっとそれぐらいしかあんまわかんないですね。もう酔ってくるともうさらに訳がわからなくなってくる。ね。
でね、ちなみに関係ないですけど、まあ、金増酒造さんの、社長さんですね。社長さんがですね、実は、YouTube の動画であったんですが、まあ、なんていうんですかね。その金増酒造を、まあ、柴田の、大学生、専門学生か、が取材をして、そういう動画があるんですが、まあ、それを以前の、ね、の読んでた、見てたんで、あ、これが社長か、と思って。ね。そんで、まあ、酒の陣にもいたんですけど、まあ、ちょっといろいろ挨拶しまして、ね。非常に、社長、YouTube の動画見ましたよって、俺が言って、あ、なんか、そんで、すっごい腰が低くてね、あ、なんか、面目ないです、みたいなこと言ってましたけどね。いやいや、すごいなんか優しそうな社長だなと思いましたよ、とか言って、いろいろ言って、もうすごいなんか腰低かったっす、あの人。社長とは思えん。あそこまで腰低い社長初めて見た。まあ、非常に人が良さそうな社長でしたけど。うん。まあでもやっぱり、ね、一番僕のね、近い、この、うん。藤野なんですけど。うん。まあ、でも、ね、金増酒造とか、市島酒造。そして、ま、有名のこの菊水と。ね、合計4つもあったっていうね。知れただけでもだいぶ勉強になってる。な、と思いましたけどね。うん、まあそこら辺はまあ適当に動画見てもらえばまあそこでわかると思うんですけど、まあでも一番今までその柴田の酒の陣飲んで一番うめえなと思ったのは、ぶっちゃけて言うと一番うめえなと思ったのはやっぱりラムちゃんのチョコレートでしょ。全部含めて、この4つの、金増と、菊水と、藤野井と、大門。てか、なんでこれ大門だけ、これ市島じゃないんだろうな。これ大門って、大門酒造じゃないんですよ。これね。市島酒造なんですけど、このね、市島酒造だけちょっとね、あれっていう感じなんですよね。市島酒造なのに、大門っていう。まあ、これ大門っていうのは、これ、まあ、いわゆる普通酒とかの、その、ラベルの、まあ、名前酒の名前なんですけど。だから、ちょっと不思議だなと思うんですけどね。まあ、この4つの中で、やっぱり一番うまかったのは、うん。ラムちゃんのリキュール。ラム&チョコですね。こちらがやはりね、すごいなぁと。まあ、まあ絵柄がね、まあなんか高級感ありそうな感じのね、金色のね、ラムちゃんが描かれてるんですけど。こちらやっぱりラムちゃん、まあいわゆる、その、新潟出身のね、漫画家さんの、高橋、ルミ子先生のラムちゃんのラム酒。プラスチョコレートと。うん。これはね、すごい。うん。正直また飲みたいですね。すごいのが、いわゆる、見た目っていうか、色がね、普通のラム酒なんですよ。色が。
液体のその色が、まあ、若干黄色いかなぐらいの。で、飲んでみるとね、びっくりするぐらいチョコレートの味と香りがものすごくブワーンと広がるんですよね。あれはすごかったな。うわ、チョコレートのお酒じゃんって、初めて飲みましたけどね。チョコレートのお酒ですよ。よくわかんない。言っててもよくわかんない。チョコレートのお酒何それって、チョコレート味のお酒みたいな。で、今ここで見てますが、アルコール度数12度。これがね、日本酒ベースのリキュールと。つまるところ、日本酒とラム酒と、リキュールを使ってると。なんかよくわからん。ね、俺、ラム酒だけかなと思ってたんだけど。あー、日本酒も使ってたのか、これ。ラム酒の香りとチョコレートの味を楽しめる甘口のお酒。このまま冷蔵庫で冷たくして、氷を入れてロックで、炭酸を入れてハイボールで、またワイングラスに入れて手で温めて。ああ、いいですね。ちょっとハイボールはちょっとあんまり飲みたくないけどな。ロックでも飲みたくない。いや、でも、一応ラム酒だから、まあ、ロックでもいけるか。ね、ハイボールは飲みたくないけどな。いいですね。うん。これが 720ml で1575円。高。高いな、おい。やっぱり著作権料払ってるんでしょうかね、これね。いや、払ってるんでしょうね。それの値段がちょっとね、追加されてるんでしょう。多分ね。うん、まあ、これは女性におすすめかなと俺は思いました。うん、結構いろいろね、あの女性におすすめのお酒ありましたけどね。柴田にもね。てか、女性ね、あの大学生っぽい人が二人ぐらい来てましたね。女の子。うん。ちょっとナンパしようかなと思ったんですけど、無理でしたね。うん、あと、じいさんばあさん。もうみんなばあさんばっかり。おばはんとばあさんばっかり。まあ、唯一やっぱり若かったのは、うん。二人ぐらいだな。ああ。正直ね、あの、お酒に酔ってるところをね、ちょっとナンパして、まあ、ホテルでも行こうかなという話だったんですけど、まあ、ちょっと、俺にその、勇気がなかったため、ちょっと無理でしたね。うん。まあ、そんなこんなで。はい。うん、まあ、いろいろパンフレットももらったんですけども、まあ、それを見る限りだと、まあやっぱり一番ね、すごかったのは、うん、なんだかんだで、ね、菊水ですよね、やっぱりね。だって種類も豊富だったし、8種類が7種類ぐらい出してたでしょ。他のやつ4種類とか5種類なのに。ね。そんぐらい出してたんで、ああ、さすがだなと。まあ新潟県は誇る、というより全国を誇るなのか。ちょっと全国に売ってるのかはちょっと不明なんですけどね。もうわかんない。ちょっと。少なくとも船口の菊水一番絞りに関してはまあ、売ってない店はないレベルのね、ものなんで。うん。少なくともここら辺ではね。他のとこ行ったことないから全然わかんないんですけど。まあ。ね、東京とかでも売ってるのか、っていうのは知りませんが、まあ少なくとも、
ここら辺、新潟県のコンビニでは、まあ、確定で売ってるなという感じは、する。うん。かなと。うん。まあ、そうですね。いろいろ楽しめました。はい。酒の陣、初参加ということだったんですが。結構人も来てたし。まあ、まあ酒ですからね。結局ほら地元しかやっぱ行けないでしょ。酒ですからね。で車で行って、まあ、交通機関が近くにあればいいですけど、近くにないですからね。電車とかね。俺の家から、最寄りの駅なんて、チャリで40分かかりますからね。うん、どんだけ田舎なんだよって話なんですけど。だから、やっぱり、まあ、割と地元じゃないとちょっと無理だなって。それか、まあ、誰か送ってもらう人がいないとね。まあ、無理なわけでね。はい。まあ、そんなこんなでね。こちら、富士カップ。ですが、まあ、これはもう、まあ、俺の地元、超地元の、まあ、普通酒ということを考慮して、まあ、三つ星です。うん。ここはね、スタンダードな。ここら辺で四つ星をつけるのはにわかですね。これはまだ、まあ、普通酒ですから。やっぱ三つ星。ああ、普通ですね。ああまあ、普通というか、まあ、日本、まあ、普通酒の中でも、普通ということはないですけど、まあ、ちょっと特徴はあるけども、まあ、これは普通なのと。いうことで三つ星つけます。はい。それではご視聴ありがとうございました。